カゲツシンは日本のオペラ歌手、僧侶。祖父は元衆議院議員のコカゲツこと、父は文筆家で元新聞記者のカゲツこと、叔父は陶芸家であったコツダ淳一郎。オペラではドンカルロ、マテキ、マクベス、カルメンなど200公演以上でバスの主要役を演じる。愛、地球博記念コンサートでは日本を代表する。 バス歌手として招待された。2011年、オペラ、新蘭幻のごとくなる一期の主演、台本、プロデュースの成功で、日本の誇るオペラ歌手と称賛される。兵庫県立芸術文化センターでのメリーウィドウでは、ジョン、ケン、ヌッツォ、佐藤忍等のトップアーティストと共演した。イタリア各地で、コンサートや芸術祭にメイン歌手として、 招待出演しており、日本国内では、東京オペラシティコンサートホール、東京文化会館、愛知県芸術劇場、琵琶湖ホール、ザシンフォニーホール、兵庫県立芸術文化センターなど著名劇場で演奏した。また、指揮者佐渡豊とのツアーコンサートが毎日放送で、テレビ番組となった。本願寺派寺院の僧侶でもあり、全国念仏コンサートでは、各地の別院、 寺院に出向いて、仏教参加の演奏と指導をする。2009年10月には、築地本願寺本堂で念仏コンサートを開催した。活動は幅広く、牧原則之の日本武道館、大阪城ホールのツアーコンサートや、被災市場の西本願寺音舞台のコーラスディレクターを、務めた。CD、念仏、命、カンタータタンニ章などを録音、制作、ソロ、指揮している。 流国大学混成合唱団ラポール技術顧問。日本クラシック音楽コンクール。西日本大会優勝。イタリア声楽、コンコルソ島、入賞入選多数。ベルカント音楽院のディプロマを取得。ブルーのペラガティに指示。関西に機会理事、事務局長を歴任。現在、に機会正会員。K2 オペラプロディース代表。シードマスター所属。 ありがとうございます。